いや皆さん、彗星のごとく現れた新世界の神、星町彗星です。ということで、今日は新世界の神となりました星町彗星ゴッドフィールドで遊んでいこうと思います。で、私はな、このゴッドフィールドというね、ゲームマジで古参です。本当に子さん、マジでもうホロライブのメンバーの中で一番遊んでるという自負があります。あります。もしかしたら違うかもしれないけど、まあ、なぜこんなに自負しているかというと、まあ、昔からやってるっていうのもそうなんだけど、これ最近アプリが出たんです、ゴッドフィールドで。アプリが出て、なんかアプリが出るとね、もうやばい。パソコンつけてない時も一生やっちゃうの、ゴッドフィールド。寝る前とかにゴッドフィールド始めてしまうとね、もうレート戦始めるともう終わらないね。寝る前にゴッドフィールドをやってレート戦で、なんかもうね、一生下がり続けて200とか300とか下がった日があったので、200とか300下がってレートがそのまま寝れないと思ってずっとやり続けて、朝8時みたいな明日仕事なのに私は何をしているんだみたいな、そういう日もあったりしていた。そんなにハードル上げて大丈夫？大丈夫。なんて言ったってこのゲーム運ゲー、いくら私にスキルがあろうと結局最後には運なわけ。このゲーム今日のテンションが高い。ゴッドフィールドにガチすぎてテンションが高い。そしてね、このゴッフィーの魅力について語りたいんだけれども、マジで、悪口じゃないので聞いてほしいんだけど、宮司さんも怒らないでほしいんだけど、ね、ゴッドフィールドってすっごいクソゲーなの。すっごいクソゲー。そこがいいの！もうどこがクソゲーかって言いますと、ね、まずね、ダサい。生誕するって何？真剣タイマン戦う、このね、これが、愛されるクソゲーなわけ。褒め言葉ですよ。で、しかもさ、このさ、効果音もね、まるでこの祈る、ポーン。ブーン。このさ、音がね、おもろいねんね。そう、あとね、ワードセンスよ。買わないで、それ。買う。チャリーン。っていうね。外れた。なんかこのさ、デカデカとした文字で、無事とか MP5 とかさ出てくるとさおもろいねんな、これな。買うな、ほんで買うな、お前。でもゲームの内容自体はガチでね、奥が深い。そう、このチープさがいいんよ。宮司さん怒らないで。このチープさが私は好きなので、ゴッドフィールドね、昔ね、なんかサービス終了するみたいな、なんかね、そんな時期があったんだけど、なんかね、終了せずにアップデートしてね、復活したんだよ。ゴッドフィールド生き返ったと思って。このさ、守った時のさ、無事やばくない？無事って何？ここ数年でなぜか再燃している印象。そうなんですよ、なぜか、なんかどうやら中高生に流行っているらしくて、結構昔のゲーム、あ、勝った。結構昔のゲームなのに。やめて！まあ、こうして終わる。でもね、これ見て、焦点弓、焦点の時に、75% の確率で、攻め30。これで、ちゃんちゃんですね。これで、ちゃんちゃん、みんないなくなった。ダサくない？これ、ダサくない？本当に、ダサい。これ大好き。これが大好きなの、このみんないなくなったちゃんちゃん。これがええねんな。これがワイのゴッフィーの好きなところや。これ勝ち筋見え。ティロリーじゃないんだよね。ティロリーじゃないんだよね。